12.3事件は1966年12月3日にポルトガル領マカオで発生したマカオ史上最大の暴動。アントニオ・サラザール長年マカオを統治してきていたポルトガルは当時から反共主義のアントニオ・サラザール政権下において中華民国と良好な関係を持っており、また中華民国も対立を続ける中華人民共和国との関係上、 マカオの返還をポルトガルに対して正式には求めていなかった。このような関係を受けて中華民国の情報機関はマカオを拠点に中華人民共和国への工作活動を活発に行っていた。これに対して隣接する中華人民共和国も地の利を活かして中華民国の情報機関に対する工作活動を行っていた。なお当時のマカオにおいては 中華民国の中国国民党支持者と中華人民共和国の中国共産党支持者の10人が両方ともおり、1950年代以降、両者の対立が次第に深まっていった。毎年10月になると、共産党支持者は1日に中華人民共和国国慶節を、国民党支持者は10日に中華民国総出説を祝っていた。そして互いに、 相手の祝願行事をいまいましく感じており、双方による行事を妨害するトラブルが頻発していた。さらに1960年代中盤以降に中華人民共和国で巻き起こった文化大革命とそれに伴う同国による諸外国と中華民国に対する過激化した対立姿勢はマカオの中国共産党系住人にも伝達し、1966年に 入ると、中国共産党系の住人とマカオ政庁、中国国民党系の住人との暴力を伴う、対立は火を増して増加していった。そのような状況下において、マカオ半島南端から2 5キロメートルの沖合に浮かぶタイパ島の中国共産党支持者の住、ところが建築規制に違反する部分があるために、海島市当局がこれを受理しなかったため、学校関係者が、 通算24回も交渉したが、いずれにしても違反が改められていないために、認められなかった。そのため、工事を先に進めて、規制事実を作り、その後に追認してもらおうとした。セナド広場にあった、メスキータ像。この事件で破壊された。このような強硬な態度に痺れを切らした、高派として知られたポルトガル陸軍大佐のモタセルベイラ。 総督代理率いるマカオ当局は、11月15日に、学校建設の工事を中止させようとして、フィゲレド警察署長率いるマカオ警察を派遣し、中国共産党支持者の住民との間で小競り合いが発生した。その結果24人が負傷し、取材に来ていたマカオ日報記者1人が、拘束連行された。十一月十八日、中国共産党支持者の住民は、 犯人の処罰、学校建設妨害の中止、負傷者への賠償、交流発0の判決の撤回、事件再発の防止の5項目を要求した。しかしもたセルベイラ総督代理は交渉を拒否し、その後22日になると中国共産党の息のかかった中国共産党系の左翼団体がこの問題に介入することになった。11月25日、 事件前から空席となっていたマカオ総督に、ホセマニュエルデ捜査エファロのブレデカバーリョが赴任した。カバーリョ新総督は29日午後に、マカオの経済界代表と会談し、学校建設阻止のために警察を動員したことは、不適切であったことを認め、中立の調査委員会を設けて、事件の解決を図ろうとした。しかし、中国共産党系団体はこれに納得せず、 廃下の住人を動員して、連日総督府前で抗議行動を繰り返した。当初は平和的なデモであったが、中国共産党系団体の介入が本格的になるにつれその行動は過激さと暴力性を増していった。12月3日、正午、総督府前で中国共産党系の住人を中心としたデモ隊と、 フィゲレド警察署長率いる警官隊との間で小競り合いが発生。警察は警棒や放水車でデモ隊を蹴散らしたが、中国共産党系団体が煽り立てたデモ隊は午後3時になると暴動化した。裁判所前のアルバレスの石像を一部破損させたり、セナド広場ではメスキータの銅像が引きずり下ろされ、広場に面するマカオ市役所長者や人事堂が襲撃された。 ついに午後4時半流火災害の司法警察署前では暴動化したデモ隊の警備に不慣れなポルトガル人警察が暴徒化したデモ隊に発砲、二人が死亡した。カバー旅総督は午後6時に戒厳令と夜間外出禁止令を布告した。その後の数日間で公式記録によれば8人が死亡、212人が負傷、逮捕者は62人に及んだ。12月10日、 中華人民共和国の関東省人民委員会は、マカオ政庁とポルトガル政府に対して、事件の謝罪と責任者の処罰、中国共産党系の遺族に対する遺者料の支払い、以後の中国共産党系住民による統治参加、そして中華民国の国務機関によるマカオ内での活動の停止などを要求した。さらに、中華人民共和国政府は、 中国人民解放軍の師団を国境地域に集結させ、ポルトガルとマカオ政庁に対して人民解放軍によるマカオへの軍事進行をほのめかす軍事的同活を行った。また艦船をマカオ沖に派遣しまかおよびポルトガルの艦船に対する海上封鎖を行った。これに対しポルトガル政府とマカオ政庁はセルベイラ総督代理率いる。 マカオ在留ポルトガル軍に動員令を下し、ポルトガル人の住人が続々と入営したほか、不女子の国外への退去を進めた。さらにマカオに外交団を置く各国は在留する自国民の退去を進めた。これにより、マカオに観光に来る外国人は激減し、またマカオうちの経済活動や交通は全面ストップし、マカオパタカはこの間に暴落した。当時のポルトガルは、 西ヨーロッパの最貧国と呼ばれるまで国力が低下し、マカオにわずかな軍事力しか駐留させていなかった上に、ヨーロッパ最長の独裁体制とされるエスタドノボ体制で多くの西側諸国との関係が悪化しており、同じように中国大陸に香港を抱えていたイギリスとの英保英級同盟も、ゴアなどのポルトガル領インドがインドから武力侵攻を受けた際はポルトガルの植民地戦争で、 役立っておらず、軍事的な支援は期待できなかった。中国政府への謝罪の文書に署名させられるカバー旅総督1967年このような背景から中国人民解放軍との全面的な軍事対立が起きた場合すべてを失うと考えたサラザール首相の判断により、ポルトガル政府とマカオ政庁は、 12月12日午後11時半になって中国共産党による要求を全面的に受け入れることを明らかにした。そして12月16日までにカバーリョ総督は死者が出るような経緯に対する遺憾の意を表し、この事件の発端となったセルベイラ総督代理とフィゲルド警察署長は罷免され、マカオ退去が命じられた。12月17日、この事件の犠牲者の葬儀が行われ、 観光や主役所では、半旗が掲げられた。その他、マカオ成長は医者両党で、計205万8424パタカを遺族に、支払った。翌1967年1月29日、カバー旅総督は、毛沢東の肖像画がかけられた場所で、謝罪の文書に署名させられた。毛沢東と会見する、何県、1956年この事件以降、 ポルトガル政府並びに、マカオ政庁の権威は失墜し、マカオは、ポルトガル領でありつつ事実上、中華人民共和国の影響下に入ることになった。後に、中国に返還されたマカオで、初代行政長官を務める何奴の父親で、マカオの王、影のマカオ総督と呼ばれた、新中派実業家の何県の影響力は絶大なものになり、何県は、 ポルトガル政府と友好的な関係を持ったことから、当時のアフリカのポルトガル植民地とは対照的に正常は安定した。そして、本国のポルトガルが中華民国との国交を維持しているにもかかわらず、マカオは独断で中華人民共和国との国交を結び、その結果これまでマカオで活動していた中華民国の各機関は締め出された。中華民国の国旗の形容や、 国民党支持者の活動も禁止された。また、中国共産党の弾圧などから逃れてくる、中華人民共和国からの難民の入国を禁止し、強制送還を行った。これに、中華民国は抗議して、大使送還を行い、ポルトガル政府は、中華民国を国連から追放する、国際連合総会決議2758に賛成するまで、 外交関係は冷却化した。香港の中国共産党勢力はこの暴動の勝利に勇気づけられ、半年後に香港で起きる67事件に間接的に影響を与えた。ありがとうございます。